はい、こんにちは、タムです。今回は明日のモンストニュース予想をしていこうかなって思います。去年のねニュースを軽く振り返っていきますと、タイバニコラボの追加超究極のフガン&ムガンが追加されました。しかもこれモンストニュース発表された当日に降臨されましたね。はい、なので木曜日の19時に降臨しました。これ多分これは初めてでしたよね、多分なんですけども、これはスケジュール的に仕方なく降臨したのかなって思っていますね。確かね、なんか金曜日なんかのモンストになんか予定があったから木曜日に入れたのかなと思っています。そして追加要素として、ヒーロースポンサー報酬で選んだバディが活躍すると豪華アイテムゲットできるものがありました。個人的にこれは割と確率が低くてあんまり選挙の賞を取れなかったなという印象がありましたね。まあこれはちょっとなんかあんまり好きではないイベントでした。で、重心化解ですと、ブリギットが重心化解しました。天魔の古城1の救世主として登場しましたね。マスほどではなかったですが、古城キャーの割には殴り強いなという印象がありました。重心化解はダリア。ダリアはなんか未開の大地のところで強かったなという印象があります。ということで、まあ振り返りはここまでにして予想をねしていこうかなと思います。はい、一つ目の予想はキングダムコラボのストライカーカードがない点から追加超究極の追加の可能性があります。まあ最近というか、まあ2年前から2週間あるコラボは、まあ、ほとんど追加超究極は来ていますよね。まあ最近のモンストのコラボは大体の確率でストライカーカードがつきます。その点から、まあ今のところキングダムコラボにストライカーカードがないので、まあ追加超究極の可能性がすごく高いなと思っています。コメント欄でよく見るのがリボクというキャラクターが怪しいと言われているので、まあリボクが来るんじゃないでしょうか。自分はねキングダム見たことないのでちょっと内容わからないのですが、まあそのようなキャラクターが登場するかなと思います。今回の超究極の宝剣はまあ周回系でしたので、ハガレンコラボのお父様みたいに3回勝てばリボクが200体もらえて、でリボクとリボクを合成すると英雄の証がもらえるような感じになるんじゃないのかなって僕は思っています。最近の超究極ってこういうことをすることが多いので、3回勝ち切りがまあ濃厚かなって個人的に思っています。まあ追加超究極の予想はこのような感じでいこうかなと思います。でそして追加ミッションとして久しぶりの戦系の賞配布イベントが来るかなと思っていますね。最近ですと進撃の巨人コラボのユミルのアイテム生成来た後、未だに戦系の賞配布イベントが来ていないので、キングダムコラボで戦系の賞配布イベントが来るかなって個人的に思っています。まあ10周年前だから、まあ10周年コラボにそういうのをしてくるっていう可能性があるので、まあそういうのは分かんないんですけども、まあそろそろなんかしてくるかなって個人的に思っています。でちなみになんですけども、コラボの日数的に3つ目の追加超究極はさすがにないかなと思っていますね。とりあえず今回の超究極はリボクだけが追加来るかなと思っています。はい、2つ目の予想が10周年重大恩返しキャンペーンの9月の1つ目が発表されるかもしれませんね。このタイミングで発表しないと2つ目も発表するタイミングが見失うので、さすがにこのタイミングかなと思っています。で、内容の予想なのですが、リニューアルされたプレイバックガチャが来るかなと思っています。理由としましては、プレイバックガチャは毎年この時期に来ていることと、このシルエットをよく見てみるとレバーみたいなものがあるんですよね。これはプレイバックガチャのこの機械的なものかなと思っているので、まあリニューアルされたプレイバックガチャになるかなと思っています。で、プレイバックガチャの特徴はミッションをクリアしてガチャワットをゲットする、そしてそのガチャワットでガチャの引き直しをするっていう感じになっていますね。結構ギャンブルなガチャとなっています。これは限定確定ではないんですよね。だから今回は限定確定にしてくるのかなと思っています。最近このガチャもマンネリ化してきましたし、そろそろ限定確定みたいなことをしてくるんじゃないのかなと思っています。まあ限定キャラもね100体以上いますし、まあそろそろねこういうね太っ腹みたいなこともしてもいいんじゃないのかなって個人的に思っています。ということで、まあ重大恩返しのキャンペーンの予想は
リニューアルされたプレイバックガチャで予想しようかなと思います。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。3つ目は重心化予想をしていこうかなと思います。前回の重心化は孫一でした。残りの工場重心化はモンジュ、モンタナ、キハツ、千の利休です。まあこれはモンタナは 100% 周年ですのでモンタナはまあないですよねなので今回はまあモンジュかキハツか千の利休のどちらかの予想かなと思います。で今回僕が予想するのはモンジュでいこうかなと思います。あの光属性の重心化は、タージマハルが来た後何も来ていないのでそろそろ光属性が来るかなと思ったんでモンジュで予想しようかなと思います。でモンジュの性能は、まあ、あのワープとブロック、そしてもう片方が重力ウィンド、重力バリアキラー底力となっています。なので今回僕が予想するのは重力ワープブロック、そしてアンチウィンドっていうアビリティで予想しようかなと思います。で他のアビリティは重力バリアキラー底力っていう感じにしようかな。まあ完全にアビ進化と神化をガッチャンコってした感じかな。うん。まあ、転送壁はなんとなくつかないんじゃないのかなって個人的に思っていますので、まあ、このような感じで予想しようかなと思います。で、重力ワープブロックで見ていきますと、こちら。ゲイボルグや、そして、タージマハルがいるラインとなっています。このラインもね、なんか個人的にはまりそうだなと思っているので、まあ、それに合わせて重力ワープブロックがついてくるんじゃないのかなと思っています。うん。まあ、このラインはね、全然適正キャラ、全然いませんし、まあ、そろそろなんかもう一体ぐらい工場キャラクター追加するんだろうなと思ってるので、まあ、今回はこのような感じで予想しようかなと思います。はい。まあ、それかね、まあ、重力ワープブロックで予想したんですけども、ワープブロック転送壁、うん、ワープブロック転送壁っていう付き方もあるかなと思ってるかな。うん。なんだっけ、コラボキャラクターの境界がいるラインかな、これは。うん。うん、境界が。うん、境界がいるラインですので、まあ、もしかしたらワープブロック転送壁もつくんじゃないのかなという可能性もあるかなと思っています。うん、ということで、まあ、重心化の予想はこのような感じでした。4つ目は重心化回予想です。今回は火属性で予想しようかなと思います。まあ、今回予想するのはこちら、孫悟空で予想しようかなと思います。先月はあの如意棒が来ていましたので、なんとなく孫悟空が来るかなと思ったんで孫悟空で予想しようかな。うん。まあこのキャラクターはね、まあなんとなく覇者の塔23課で強かったっていう印象があるわでアビリティの予想としましては、超アンチ重力バリアとマインスイーパー、そして全属性耐性にバイタルキラーがつくかなと思っています。でコネクトスキューに超アンチダメージウォールがつくかなと思っています。このアビリティ見たら分かると思うんですけども、近畿の深淵の、涅槃弱調のところで適正ですね。はい。近畿の極涅槃弱調のところで、まあ、そうそう、反射枠の適正キャラクターが、まあ、つくかなと思ってるので、まあ、今回はこのような感じで予想しようかなと思います。うん。ということで、まあ、今回のモンストニュース予想でした。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。ということで、バイバイ。